どうも、皆さん、こんちゃちゃ、ぬるめろです。先日あげたね、レザーと組ませる、レザーの相棒ランキングの動画をあげて、そこでな、ガイアは、第4位だっていうことを紹介したんですけど、そしたらね、その動画のコメントで、ガイアの兄貴からコメントが来まして、俺がランキングで4位だと、間違ってるぞ。俺が1位だろっていうコメントをいただいたので、今日はね、その、ガイアの強みをね、十分に発揮できるように、モンドの飛行チャンピオンならぬモンドの徒競走チャンピオンを行いたいなと思います。イエ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 イで、実はね、ガイアが他のキャラクターより足がそこそこ速いっていうのはご存知でしょうか。その足がそこそこ速いっていうのは、こうやってダッシュもしないで普通に歩いてる時もそうだし、ダッシュした時もそう。オンラインでね、友達とプレイする時にウサギ伯爵を投げて、爆発した時と一緒に走ろうぜ、うんってなって、同時に用意ドンしてみてください。そしたらね、ガイアの方がじり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 とどんどん距離を突き放していくんですよ。実はね、足の速さって全員一緒じゃなかったということでね、これからって、それではね、モンドの徒競走チャンピオン、チップ開幕でございます。はい、それではルール説明です。このね、モンド城の端の、この右側のこの帯の部分かな、ここをまっすぐ走って、スタミナが尽きるまで走っていただいて、どこまでたどり着けるかということを勝負します。で、消費するスタミナ量なんですが、ね、風神の瞳とか、眼神の瞳を集めた最大値の240を使って、そしてね、パーチームは必ずね、この迅速の風の元素共鳴を発動させることとします。スタミナの消費をマイナス 15%、 移動速度をプラス 10% させることで、スタミナを全部使い切った時のね、差が普通よりも大きくなるようにします。で、ガイアはね、そのチームに入れてる時の固有テンプの秘められた実力の効果で、ダッシュに消費するスタミナがマイナス 20% します。これはね、まあ、レザー君も同じで、あのダッシュに消費するスタミナマイナス 20% の効果を持ってるんですが、これは重複しないので、まあね、ガイア以外を勝負させるときは、ガイア以外のね、選手に走ってもらうときは、あのチームは風風と、あとまあガイアもしくはレザーを入れることとします。これでね、足の速さが 1.1 倍になってるのと、スタミナの消費がね、あの風の元素共鳴のマイナス 15% と、ガイアレザーの固有テンプのマイナス 20% でマイナス 65% になりますね。なので、まあ、走る距離はだいたい普通の 1.7 倍の差が生まれることとなります。じゃあやってみましょう。じゃあトップバッターはね、優勝候補のガイアの兄貴から言っていただきましょう。よーい、ドン。でね、最初のダッシュはどうしても避けられないので、最初のダッシュはまあ仕方ないとして、この帯の上をね、まっすぐ走ってもらって、このままなくなっても、まあ、ひたすらまっすぐ進みます。で、これがどこまでいけるかっていう勝負ですね。さあさあさあ、ガイアス選手、スタミナを2割ほど残して、スタミナを使い切りました。ここまでかな、大体。横を見てね、まあ、大体この石が終わるところら辺までかな、ガイアは到達できましたね。はい、というわけでね、2番手の2は、7にね、走ってもらおうと思います。いきます。石について、よーい、ドン。はい、ね、足が低い子が走ると、アラビタンマスになっていいですね。どこまで行くかな、足を渡った時に体力を、スタミナを半分ぐらい使って、どこまで行くかな。結構なとこまで来ましたね。はい、ここまで来ました。3番手はね、一般人枠で旅人です。じゃあ行ってもらいましょう。石についてよーい、ドン。さあ、どこまで行くかな。はい、やっぱりさっきの7と同じくらいで、まあ岩のとこちょっと入ったくらいですね。まあ、ガイアとはね、まあ、ちょっと岩のとこが少しだけ差はやっぱり出てきてますね。はい、次はね、スプラトゥーン枠からね、イカ代表のモナーに走っていただきます。どうぞ。あ、ちょ、しちゃうてそっか、向いてる方向出ししちゃうから前向いたままお出しできないのか。ちょっと待ってな。よーい、ドン。そう、やっぱりなんかイカ、モナーのイカ状態は足が速いって聞くし、で、スタミナ6割ほど残して走りを通過しました。もうこの時点で旅人とか7はスタミナ4割ぐらいしか残ってなかったですから、結構変わるね、変わりますね、変わりますね、だいぶ。はい、ちょうどここら辺かな。ちょっと進んで、ガイアがそこの岩の切れ目なので、まあ、ガイアとね、まあ、この木よりちょっと、木の切り株よりちょっと奥くらいの差が出ますね。モナの方がガイアよりちょっと早いぐらいかな。はい、次はね、ショタ枠からね、私の相棒、レザーくんを、にね、走っていただきたいなと思います。1について、よーい、ドン。あ、なんか、心なしか足早い気がするけど、橋を通過する段階でスタミナをどれだけ残してる？半分ほど残して通過しましたね。さあ、どこまでいけるか。割といきそうだな。
こことやっぱりガイアはこの岩の切れ目の奥の方まで行ってますから、やっぱりガイアの方がレザークーンに足早いってことですかね。それじゃあね、足の速さに違いがありそうな4人を選んで実際に走ってもらってね、比較していきましょう。そのね、橋を渡ってる途中の段階だとまだ足の速さの違いは分かりにくいんですけど、スタミナ240使い切るとやっぱりね、違いもだんだん分かってきますね。一番速いのがモナで、その次にねガイアで、その次にまあレザーとナナはほぼ似たようなものですかね。こんな感じでね、足の速さに違いがあるのが分かっていただけると思います。はい、というわけでね、まあ足の速さ順で言うと1番がねモナで、その次にねガイアだっていうことがね分かったと思います。まあギルックもね高身長な枠なので、ギルックもひょっとしたら足が速いかもしれませんが、私持ってないんで分からないな。でモナの方が足速いから、じゃあモナが最強かっていうと別にそういうことでもなくて、モナはね意外とこう段差とか操作性が悪くて、そのこうやってねスプリント状態に入った時に方向転換がちょっとしにくかったりとか、ちょっとでも段差があるとね降りれなくなっちゃうんですよ。いけるかな、よく引っかかる、あ降りれちゃってるね、いや操作が難しいな。こう、こういうところでね段差で降りれなくなるんですね。ちょっと段差がなくなると、まあこんな風に泳げるんですけど、なのでねやっぱり探索する面ではね、このチーム全員のスタミナを減らせるこういうテンプもあるので、ガイアがいいんじゃないかなと私は思います。なのでね、ぜひぜひ皆さんもガイアを使ってみてください。ガイアもね喜ぶと思います。はい、もしね動画が良かったなと思ったらね、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。なんかコメントもねいただけると大変、返信もしてるので、ぜひぜひコメントもしていただけるとありがたいなと思います。じゃあまたね次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。みんなもねちょっとマルチでやるときはね、ガイアを使って競争してみてください。